ははい、えー、こんににちはレトスノーノです3月14日の3問に入ります売り主 A が非補佐人であり補佐人の同意を得ずに B との間で非補佐人所有の土地の売買契約を締結した場合当該売買契約は無効となるルか×かという問題です。 考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えは、ツですね。えー、問題文の状況はこんな感じですね。非補佐人がいて、まあ、補佐人がいますよと。で、えー、補佐人の同意を得ずに B との間で、えー、土地の売買契約を結んだ。補佐人の同意を得ずに、えー、非補佐人、売り主 A が B と土地の売買契約を結んじゃったよっていう状況なんですね。 で、非補佐人が単独で行えない行為。今回で言う、この土地の売買契約っていうのは、補佐人の同意が必要なんですね。非補佐人単独では行えません。にもかかわらず、非補佐人が単独で売買契約しちゃったよと言った場合、無効にはならないんですね。有効です。しかし、後で取り消しができますよっていう風なルールになっています。まあ、これよくある引っかけなんで、ちゃんと頭に入れておきましょう。 で非補佐人ってどんな方かっていうと、まあ、少しです、ねえー、認知症が入っている方だったりとか精神障害がある方です、まあ、物事の判断がちゃんとできないっていうイメージですねあの症状の重さによって成年非後見人、非補佐人、非補助人とこう3段階あるんですけども、まあ、非補佐人は真ん中あたりですね一番症状が重い方が成年非後見人で一番症状軽い方が非補助人ですで、まあ、非補佐人は真ん中あたりと まあ、いったイメージですね。で、一緒に覚えていただきたいのが、この売買契約を取り消すことができる、契約を取り消すことができるのは誰かという話なんですよ。今回の場合で言うと、非補佐人および補佐人なんですね。どちらも取り消しできます。なんで、この点も合わせて覚えておきましょう。でこれはもう基本的なレベルですねえ。さらに効率的に実力を上げるために、取り消しと無効の違い、これも再度確認しておきましょう。 え、個別指導の受講者さんはえ、合格テキストの14ページにえ表がございます。そちらをご確認ください。他の分野も一緒に勉強するからこそ頭が整理できてきます。なんでぜひですね、分野をまたいで関連事項を頭に入れていきましょう。では問いにですね、え、タッが登録の移転をした場合、その移転後の取引支障の有効期間は、登録の移転の日から5年である、丸かツかという問題です。え、答えはツですね。登録の移転の日、 からではありません登録移転により新しい取引証を交付してもらった場合有効期間っていうのは従前の取引証の有効期間が引き継がれますつまり前の取引証ですねの有効期間が引き継がれますので新たに5年とはならないんですねつまり登録移転前に取引証を3年間使用していたとその場合登録移転後の残りの期間っていうのは2年ですよねだから取引証は残り2年なんですよ使えるのは この点はちゃんと頭に入れておきましょう。で、個別指導では登録の移転の概要と書き換え交付申請ですね。これの関連についても動画で解説いたします。ここでは引っ掛けポイントがありますので、この点絶対に注意しましょう。引っ掛けポイントについては個別指導で解説いたしますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガからご確認ください。で、問い3ですね。国土利用計画法です。 国土利用計画法によれば、同法第23条の届けにあたっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事等に届け出なければならない、ルか×かという問題です。で、同法第23条の届け出、これですね、事後届でっていうことです。事後届で。で、今回の問題っていうのは正しいんですね。事後届でにあたっては、 売買の対価の額、つまり、売買契約の金額ですね。これも知事に届け出なければなりません。なのでえ、正しいです。で、そもそも国土利用計画法っていうのは、地価の高騰を抑制するために届けれをするように義務付けているんですね。売買価格が分からなかったら、地価が高騰するかどうかってわからないですよね。判断できないんですよ。だからえ、売買価格、対価の額っていうのを届けてくださいねっていうふうにしてるわけです。 まあ理解すれば、まあ、覚えるまでもない問題なのでぜひですね理解していただければと思います、まあ、このように理解をしながら勉強していくのが個別指導なんで達軒試験であれば一発で合格できる試験なので一発合格したい方はぜひ個別指導をご検討ください個別指導の動画については左上の動画からぜひご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました達軒合格目指して一緒に頑張っていきましょう